DAW レスの鈴木です。今回は Mac を使う上で知っておきたい基本メンテナンスについてご紹介してみたいと思います。Mac を使っていくと、このアプリケーションもう使わなくなったからアンインストールしたいですとか、内蔵のストレージの空き容量が少なくなったので不要なファイルを削除したいですとか、最近ちょっと Mac の調子が悪いんだよねなんていう時にどのようにしたらいいのかなんていう時のヒントをご紹介してみたいと思います。まず最初にアプリケーションの削除なんですけれども、前提として一部のアプリケーションにはアンインストーラーというアンインストールするためのプログラムが入っている場合がありますので、もしそのアプリケーションにアンインストーラーが入っている場合にはそちらを使ってください。もしそういったものがないアプリケーションを削除する場合には、アプリケーションフォルダやランチパッドを開いて消したいアプリケーションをそのままゴミ箱にドラッグします。パスワードを求められた場合には Mac に指定しているパスワードを入力していただくとゴミ箱に入ります。またコマンドデリートであったり、コントロールクリック、右クリックしてゴミ箱に入れるでも削除することができます。この方法ですと初期設定のファイルとか残ってしまいますので、そんな時におすすめなのがこちら、アップクリーナーというアプリケーションです。フリーで使用することができるアンインストール用のソフトウェアなんですけれども、削除したいアプリケーションをアップクリーナーの画面上にドラッグします。するとアプリケーションとその関連ファイル、環境設定ファイルなどがまとめて表示してくれますので、内容確認してリムーブ、これを行っていただくことによってまとめて削除することができます。今ご覧いただいて分かる通り、アプリケーションって結構関連ファイルいろいろついていたりしますので、こういったものをまとめて削除したいなんていう場合にはかなりおすすめのアプリケーションかなと思います。続いて Mac のメンテナンスなんですけれども、こちらもフリーのアプリケーションで Onyx、 これがおすすめです。最近 Mac のメンテナンスソフトっていろいろあると思うんですけれども、個人的に一押しがやっぱり Onyx かなと思います。非常に昔からあってすごく定評のあるソフトウェアになってるかと思います。 Onyx 起動しますとパスワードを求められますので、 Mac に設定しているパスワードを入力してください。そうしますとこのような画面が出てくるんですけれども、通常はこのメンテナンスの項目ですね、このタブ選択していただいて右下の実行、これをクリックしていただければ大丈夫です。一時ファイルなどを削除することができます。この作業には結構時間がかかるのと Mac の再起動が必要になりますので、その点だけご注意ください。またこの Onyx の中ではいろいろな設定も行うことができるようになっております。カスタマイズとか好きな方はですね、こちら見ていただきますと OS からではそのままでは設定できないような項目まで変更することができるようになっています。なおこちらで何かを項目しても致命的な Mac が起動しなくなるとかそういったことにはならないと思うんですけれども、あくまで自己責任でこの辺は使っていただくという形になるのかなと思います。私の場合これ月に1回であったり、なんかちょっと挙動怪しいななんていう時に先ほどの Onyx のメンテナンスを実行しているという感じになっております。また最後にストレージの空き容量を確認するなんていうのもやってみましょう。 Apple メニューからこの Mac について詳細情報ボタンをクリックします。ここで表示される項目はお使いの Mac の OS のバージョンによって変わってしまうと思うんですけれども、ご覧いただいているのはベンチャーのものですけれども、モントレーのバージョンも画面の方出しておきます。この画面の中からストレージのストレージ設定、モントレー以前の場合はストレージタブの中から管理ボタンをクリックすると似たような項目が表示されると思います。この画面の中で今使っている Mac にどのような項目がどれぐらいデータが含まれているのかというのを確認することができるようになっています。今この Mac の場合ですとアプリケーションが 19GB 含まれていて、その他大きいとこですと音楽制作フォルダに 3.26GB、 書類フォルダに 1.53GB のデータが含まれているよということを表しています。各項目の右側にあるこの i ボタン、こちらを押すとその中身が見えてきますので、例えばこのオーディオファイルいらないよなんていう場合にはここから直接削除することができるようになっています。また画面のファインダーに表示というボタンをクリックしていただきますと、そのファイルが保存されているディレクトリを表示することができますので、もしそのファイルが不要な場合はこのまま削除というふうにしていただければ OK です。ファイルを削除する前に本当にそのファイルが不要なのか事前にしっかり確認しておいていただくといいかと思います。よくありがちなのがこのダウンロードフォルダが容量を圧迫しているなんていう場合ですね。ここにはインターネット経由でダウンロードしたソフトやプラグインやソフトのインストーラーが保存されているかと思いますので、こういったインストーラーはソフトのインストールが終わってしまえば残しておく必要はありませんので、どんどん削除していただいても大丈夫だと思います。ということで今回は簡単ではありましたけれども Mac の定期メンテナンスについてお話ししてみました。ストレージから不要なファイルを削除するなんていう部分に関してはお使いの環境、入っているデータ、個人の環境によってかなり状況が変わってくるかと思いますので、よく内容を確認して作業していただければと思います。
今後もこういった音楽制作に関する様々なテーマの動画、定期的に更新していきますので、ぜひチャンネル登録や動画への高評価もお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。